巫女様、巫女様、久しぶり。元気だった？いい波乗ってる？さあ、巫女を捨てるか、捨てないか。もちろん、捨てない！できません！できません！忍びが情に流されるなど、なんと情けないことか。あれ、ない、パパ泣いてんの？パパ泣いてるの？せがれよ、なぜこの父の思いがわからぬのだ。忍びの掟を忘れたか。掟は己で定める。そう決めました。我が主のように。少しは成長しておるようだな。やろうか。オオカミよ。参る。パパン。あ、ちょ待って、パパン、ちょっと待って。リングを変えよう。もうパパン、今のでね、より確定になったよ。パパン、後ろから行くのが好きな子なんだね。何がいいかな。爆竹、毒は効か、なんかでもムービーのある敵って毒効かないよね、きっとね。傘も入れて、あとは、炎かな。で、この油とこのなんていうシンプルな配置。まあ油と丸薬とかはいいか。この2つでいこう。パパパパ、おっ、はい。あ、ちょっと待って、引っかかった。いきなり扉に引っかかるって。ちょっと待って、パパパパはどういう、あんまり間開けると手裏剣投げられるのかな。間今日長距離取ると手裏剣投げるのかな。はい。あ、でもこれ好きかな。ちょっとまだわかんない。何今の、何今の。あ、やっぱ離れると結構手裏剣投げてきそうだな。でもここの今の振りかぶったところで、ここで爆竹かな、よくわかんないけど。はい。あ、ちょっと遠かった。あ、はいはい。あ、でも一発か。普通だと一発か。何それ、何それ。え、目つぶし。浮き舟渡りだともうちょっと3発ぐらい入るな。あ、しまった。なる、うわー、何それ、何それ。パパやめて、目つぶし。あれだ、時計回りじゃダメだ、反時計回りなんだね。ちょ待って、反時、待って、パパ待って待って、時計回りから逃げられない。反時計回りじゃないとダメか。はいはい。お、結構、あ、浮き舟だと結構入るね。あー、ちょっと待って。パパちょっと待って。はいはい。あ、今ちょっと体、なんかあれだね、ちょっとのけぞったね、パパ。はい。あ、待って、今そんなは振りかぶって派生とかしなかったじゃん。あー、振りかぶって2発目が来るときあるんだね。よかった、生き返ったら後ろに飛びのいてくれるタイプだ。振りかぶる。はい。ほら、ちょっとのけぞるぞ。あ、待って、何これ。あ、なるほど。おお、
薬が使えなくなるのか。はい、はい、抜く。おい、あー伏せがれると。なにそれ、なにパパンその技。ちょ待って待って待って、パパン今薬使えないから食らいたくないで。はい、あーこれ爆竹使わないでもいけるようになりたいね。よいしょ、爆竹使わないでできるようにした方がいいよねきっと。はい、あダメだ、ちょっと待って、うん近すぎるのかな。はい、あ滑る、ダメだ滑るな、滑っちゃうね走り込んでると。はい、ここで、あ滑る、どうしたらいいの、滑っちゃうんだけどあれ。はい、あっとっとっと、ちょいちょいちょい走っちゃった。そうか、野良犬だった。マイル、さあ逆たぶるよな、何が来る。おい手裏剣、はい無理はしない。はい、あ当たっちゃった。なんかさまださ、はい、あこのさちょっと長いのかな剣が。うん、まだちょっと当たっちゃうな、つかみ、はい切れてないぞパパ。はいはい、そのさ振りかぶった時にさシングルなのか。はいはい、シングルの時とダブルの時なんか派生して追加攻撃はいされる時もあるよね。あーはいはい、さあはいはいはい、パパ私その技教えてもらってない気がする。はいはい、そのなんかジャンプして手裏剣、はい5個ぐらい投げるの教えてくれた私に。はいはい、あ待って待ってパパ、うーんさ何が来る。はい、あうーんやっぱ次の攻撃来るとき、うーんはい、まだ分かんないな、ちょっとモーションが分かんない。はいあはい、あ薬よけて、はい、あ薬よけて横から切っても薬当たるんだね範囲的に。あーそうだ、はい使えない、薬使えない、あーそして橋や橋や。はいはい、なんかこのなぎ払いみたいのも2種類あるかな。はいはい、あ待ってここ、あ待って右に行けない。鎧と襖の隙間に挟まれてもうほんと最悪ここの場所。はーい、あロックロック、もうちょっと右は常に気をつけとかないと。え待ってロック消えたけど、なんで待ってロック消えた、今のなんでロック消えるの。ちょっとパパそれもパパの仕業。はい卑怯す、あ遠かった、卑怯すぎだよパパ。はいさあ何が来る。はい、あシングル、はい、なんか避けた時にさ、はい、あ当たっちゃった。避けた時にさ横にいると追加攻撃されるのかな、なんか真後ろにいたらそんなことない、はい気もするんだけど。ん？パパ？あれパパ？どうしたの？パパ？パパ？パパ今パパ今ハマってた、ちょっと待って笑わかさないでパパ。
その技教えてもらってないよ私。ずるくない？はい、あ、はい、シングルだった。うん、あーちょっと遠い。あーまた、待って、あー危ない。あの襖と襖の間に、はいはい、はい、やっと一段。情けをかけるかかけないかってこと？あ、そうです。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとパパ待って、あのリング変えるちょっとリングいろいろ試してたんだよ。神隠し効くかなとかね。なんかこれでいいか。え、これロックとかできるかな。あー待って、ロックした途端にパパ、え、なになに、待ってくれとか言って、待って、ロック外れた。パパ、卑怯技が過ぎるよ。はい、パパどれだけせこいの。あー、でもよく考えたら私もせこい技使ってきた。はい、あ、シングルーありがとう。真後ろに避ければ大丈夫なのかな、まだわかんないけど。はい、はーい、さあ何が来るパパ。はい、うん、うん、なにそれ、待って、あれ消えた、待って、消えた、あ、待って待って、ロックロックパパ、パパ卑怯技がひどいはい、あ、やっぱ横だと続けて派生技が来る気がしするな、どうなんだろう。はい、はい、私も卑怯な技散々使ってたから。あ、待って、ふすま、ふすま、親子なんだね、やっぱり。はい、血はつながってなくともね。はい、はい、はい、さあどうくる。はい、はい、あ、爆竹使っても一発余分ぐらいにしか殴れないかな、私の爆竹使いどころ。はい、まず殴る、そして爆竹、そして、はい、あー、そんなに、なんかそんなに、はい、あ、当たっちゃった、なんかす、おお、そんなにだったね、爆竹。はい、はい、うん、さあ、はい、はい、はい、あ、毒、待って、毒パパ卑怯技がスポン。でも、はい、パパわかる、私もね毒好きなんだよね、やっぱ親子なんだよパパ。さあ、はい、見えてんだぜパパ。あ、あ、あ、待って、2冊、2冊、あ、できなかった。あ、待って待って、じゃあ最後は、最後だから、はい、くない、はい、はい、サラダバー、あ、もう一回、お返しいたす、見事。はあ、フクロウさんの技だったんだね、今まで使ってたの。うん、うん、大忍びのフクロウ、狼の父、義父であった。シンプル、もうちょっと欲しい情報他ないの。あ、あ、床桜の講義、床桜の乾いた講義、義父が倒り持っていたもの。床桜は望郷の桜、この枝にかつて咲いていた花を眺め、タケルは戦況に思いを馳せたのだろう。うん、
功の材料の一つだ。巫女が求めるもの。てかパパ、卑怯卑怯だとは思ってたけど、パパ盗っ人はあかんって。ちょパパそっか、あ鬼仏はい、じゃあちょっと退座しよう。はい、そしてあの戦いの記憶をね見ようか、パパとのね こっちだ。はい、大忍びフクロウと向き合います。うん、大忍びのフクロウは身に余る野心を抱き、竜威の力を欲した。さあ己の真の名を日の元に轟かせるのだ。全てはそのための計り事であった。己の真の名、フクロウっていうのはさ忍び名だもんね、狼みたいな感じで。己の真の名気になるといったところでね、ちょっとお水を飲んでトイレに行ってくるからちょっと待っててはい、ちょっと待っててね。すっきりしたはい、じゃあちょっと続けていこうか。あの久しぶりにね、巫女様に会いに行こう。じゃあ巫女様に会いに行こうか。こんなに割れてた、キムさんに。そういえばさ、コメントでさ教えてもらったんだけどさ、なんか巫女様の独り言が聞けるよみたいなの。あ、いたいた。なんか襖から巫女様の独り言がとかが聞けるよってね教えてもらったんだけど、張り付いて。ん？巫女様？独り言言ってくれてもいいのよ。でも違うな、これ姿見えてるもんね。あ、なるほど。お、分かったぞ。だからこうかな？違った？あれ？襖からこっちかな？でもあのちょっと今はさ、もしかしたらイベント中だから。巫女様、巫女様久しぶり、元気だった？いい波乗ってる？狼、ご無事で何より。フクロウは切りました。すまぬ。クロウ様、すまぬ。なすべきことをなしたのです。狼、ありがとう。父がこれを持っていました。これは床桜の枝か。そうか、フクロウが持っていたのか。はい、これでまた一つ源の功に近づきました。ああ、そうだな、狼よ。なんかちょっと巫女様と喋るの久しぶりだからさ、また距離感間違っちゃった。ちょっと近すぎたね。ここら辺だよね。ね、ここら辺だよね。巫女様、鉱の材料を手に入れました。おお、それが源の鉱の石か。妙な形をしておるな。やはり祀られておりました。そうか、タケル様の記されていた通りだったな。はい、その石のあった祭壇にかぐわしく腰入れ立て祀る、そう書かれておりました。腰入れ、それはどのようなところじゃ。岩戸の奥の洞窟です。そのようなところから
腰に乗り、どこへ嫁に行くというのか。まあ、考えても拉致が明かぬな。かぐわしく。ん？九郎様、あの場は戦況の入り口なのやもしれませぬ。そうか。かぐわしくとは、源の好機をまとうこと。それを指しておるのやもしれぬな。とりあえず香の材料は手に入って、桜、で次どうするの、巫女様。狼よ、ようやく叶うな。これできっと源の好機を抱きしめることができるだろう。さあ、香炉に集めたものをくべてくれ。良い。もう？またなんか進んじゃうかな。その前にさ、オチの巫女様をちょっと見てきていい？ちょっと待って。変わりないか。変わりなかった。あれ？エマさん？いた？あれ？今さ、いなかったよね。じゃあもう、炊こうか。行くよ。なんか、花と石と。巫女様。狼、不思議よ。え？案ずるな。深くは切らぬ。不思議よ、抜いてくれぬか。はい。すまぬが。目を閉じてくれ。はっ。もう良いぞ、狼。大事ありませぬか。大丈夫。胸のあたりを少し切っただけだ。これが源の好機か。何やら無性に懐かしい。はい。どうじゃ、何か変わったことはあるか。匂いと、それから源の宮、その言葉が頭から離れませぬ。源の宮、タケル様が書き残されていた通り、そこから戦況に通じているのだろうな。その源の宮への行き方だが。かぐわしく腰入れ立てまつる。香りの石が置かれた祭壇にそう書かれていました。うん。そなたは源の好機をまとっている。岩戸の奥の腰に入れば源の宮への道が開けるだろう。伏立ちはマジか。頼むぞ、狼よ。ギョイ。じゃあもう一回あの岩戸のところに行くんだ。狼よ、戦況に向かい竜の涙を取ってきてくれ。はい。まずはそなたが香りの石を手にしたという岩戸の奥に行くのだ。そなたは源の好機をまとっている。岩戸の奥の腰に入る。ギョイ。エマさん。狼殿。一緒かいうこと。よくぞ。ちょっとさ、もう一回さ、独り言喋ってくれるか聞いてみよう。あ、ごめん、大きい声出しちゃった。本当だ、盗み聞ける。じゃあさっきはなんかちょっとイベント中じゃないけどあれだったのかな。盗み聞きましょう。あと少しだ。なすべきことはなすまでだ。わあ、バカ。これさ、休憩したらなんか変わるのかな。ここにしよう。もうで、あれ？あ、バカ！バカバカ！今
今出たね、ちょっと。あ、また新しいのになってる。あやつは強いな。私も核ありたい。へえ。今まで聞いてなかったのを言ってくれてるのかな。おお。分かってしまったのだろう、源一郎と。ああ、これ何パターンあるんだろう。はい、あれもう出ないかな。あれもう出ない。今までの分聞いちゃったか。ああ、バカなんかさ、どうしてもさ、癖でキャンセルボタン押しちゃうんだよね。貼り付くのはやめようと思って。そしたら、バツボタンを押してジャンプして襖壊しちゃうっていうてか、あれまた今度エマさんいなくなったじゃん。なんでエマさん。よし、じゃあ、岩戸のね、ところまで来たよ。この、変な、なんだっけ、破壊、変なじゃないや、破壊層さんとね、戦ったところの、石を手に入れたところ。さあ、なんかあるかな。うん、ん？調べる。あれ、前こんなの書いてたっけ。でも腰に入ればお迎えくださる。うん、じゃあここに入ればいいんだね。入ろっか。ああ、なんか選択できるぞ。ああ、腰入れするって出た。はい、へえ。待って、もののけ姫みたいなことが。ちょ、ごめん、大きい声出しちゃった。今ちょっと机の上にコントローラー置いてちゃったから、バイブの音が入っちゃったかも。わあ、ちょっ、デイダラボッチくん、デイダラボッチくん、君、アシナに雇われる気はないかね。君がいれば、きっとアシナいけると思ったけど、あ、でも火つけられたら終わりかな、これ。火つけられたら終わりだな。うん、やっぱり今の話なしで。わあ、すごーい。へえ。わあ、ちょっとこっちにアイテムあったから取ろっか。よいしょ。はーい。わあ、すごいね。
わあ、なんか花が咲いてるよ。はーい。じゃあちょっと。さあ、ここは、なんていう名前の、どういうとこなんだろう。宮本の、宮本じゃない。源の宮。へぇー。はーい。というわけでね、また新しいステージだ。ここをね、やって。行こう。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。 Twitter もやってるので絡んでくれると嬉しいです。ではまた次の動画で。じゃあねー。